はいどうも最近またね、えー、例の <laughs> 某飲食店オーナーがね2の方もそうですし1の方もそうなんですけどあのー、最近夏8月下半期ねだんだん涼しくなったじゃないですかお盆が過ぎて。でそれからねまあ お盆まではすごい猛烈な暑さだったんでやっぱりねあの大便おばさん大便おばさんの姿がまあやっぱ、ねねね、炎天下すぎてねもう猛暑すぎてさすがに現れなかったんだけどやっぱり盆過ぎてからねあの大便おばさんの姿を結構頻繁に見かけるようになりましたで相変わらずねあのおげ劣なね 非、あのー、常にケツがでかくてね、あのー、臭そうな感じなんですけど、もうどう見てもこいつ、くせだろうみたいなおばさんなんですけど、このままやっぱりかなり金に困窮しているために、やっぱりてめえのね、あだいぶこすりつけたパンティーをね、まあ双方に配布してるんですよ。まあそれ以前から ご説明してると思うんですけどそれでねその、まあ、某飲食店オーナー1も2もそうなんですけど、まあ、そのダイベンパンツを、ね、手に入れて、まあ、閉店後の店内で、ねまあ、それをしゃぶりついてそのダイベンパンティーを、ね、しゃぶりついて、まあ、てめえの、えー、閉店後の店内で、ね、しこってるって話は、まあ、以前伝えたと思うんですよ。で こいつらね、あの両党のバイセクシュアルなんで、まあ、ホモでもあるんですよ。ですから、まあ、ホモ行為もね、店内で施設大ダイベンパンツゲットしたときにはね、店内で、ね、閉店後の店内でね、まあ、そのダイベンパンティーをしゃぶりついてしこってる姿をね、たびたび目撃されてるんですよ。で 今回ねあの、皆様方にちょっと、えー、聞いていただきたい音声なんですけど、某飲食店オーナーが、まあ、そのダイメンパンティーをゲットしたときに、まあえー、その店内でね、閉店後の店内、深夜の閉店後の店内でしこってる、しこ,しこるときに、まあ、思わずね、あの外に漏れて聞こえてしまった音声の声があるんですよ。 で、その辺をね、ちょっとね、某、えー、ルートからちょっとね、えー、極秘入手いたしましたので、皆様、まあ、方にね、ちょっと聞いてもらいたいと思いまして、この度この動画を立てさせていただいております。で、これ、大変な貴重な音声ですので、皆様方ね、本当に、えー、心して聞いていただきたいんですよ。で、これは、本当にね、えー、 この某飲食店オーナーが、まあ、あまりにもねあの汚くて臭い、えー、おげれつなね、えー、おばさんの大弁パンティーを、まあ、ゲットしてあまりにもその感極まって、えー、大きな声で言ってしまって、まあ、天,外の天外に、ね、漏れてしまった音声ですのでくれぐれもね えー、この貴重な音声を聞き逃さないように、えー、お願いいたします。これに関しては本当に貴重な、ねえー、音声盆飲食店オーナーの、まあ、どういう人物かっていうのがねもうこの音声でお分かりいただけると思うんですよ。ですからとてつもなくおゲルズでド変態で,であまりにも女に、まあえー、縁がなくてね、えー、女ひてりすぎて、まあえー、ホモセクシャルになって。 だお釜になったっていうこともお伝えしたと思いますしこういうね異常なね変態性癖、えー、を持っている、まあ、ド変態飲食店オーナーということだけお伝えしておきますではね、えー、この音声を聞いてくださいではどうぞあーいい匂いだあーいい匂いだあーいい匂いだ はいいかがだったでしょうかこんなね声を天外にまで聞こえるぐらいの大きな声で喘ぎ、えー、声を出してね、えー、一人深夜ね店内で閉店をしこってるっていうのがこのまあ暴飲食店オーナーになりますもうね波外れたもうど変態でどんだけ変態なんだよみたいな うんこのついたね、大便パンティーの気持ち悪い、もう尻だけでかいね、臭そうな、本当になんかもう不潔そうなね、大、えー、イおばさんの、もうほんと真夏のもう切ったね、うんこつきのパンティーをしゃぶりついて、某飲食店オーナーがね、深夜の店内で <laughs>、こんな声出してしこってんすよ。もうどうしようもない奴らでしょ。てな感じでね、今日は、 こんなね、えー、卑猥なね、えー、声を出しながら、某飲食店オーナーが深夜の、ね、閉店後の店内で大便、えー、パンティーでしこってるっていうね、えー、超貴重な、ね、音声を入手しましたので、皆様方に共有したいと思いましてね、この度動画を上げさせていただきました。てな感じで、またね、今後も、えー、新しい情報が入りましたら、すぐね、 えー、公開いたしますので皆様ご期待くださいではどうぞありがとうございました失礼いたします